アルトン・ブルックス・パーカーは、アメリカ合衆国の弁護士、判事であり、1904年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補として出馬したが、共和党のセオドアル・ーズベルトに敗れた。パーカーは、ニューヨーク州、コートランドで生まれた。オールバニ法律学校で、法学士を取得し、ニューヨーク州キングストンで、法律実務を開始した。 1885年から1897年はニューヨーク州最高裁判所の判事となり、1898年から1904年はニューヨーク州高祖裁判所の主席判事を務めた。パーカーは民主党の保守派政治家デービッド・ビーヒルの弟子だった。アルトン・パーカー・パーカーは1904年、アメリカ合衆国大統領選挙で民主党から候補指名を受けて、 半辞職を辞任した。元大統領グローバー・クリーブランドのような保守的、ブルボン民主党員に支持された。民主党は1896年と1900年大統領選挙では、経済問題に関して求心的な、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンを候補指名したために、保守派とは、疎遠になっていた。パーカーは、経済問題に関して、恩恵であり、1896年には、 善良なる党員として、ブライアンを支持していたので、両派から受け入れられると期待された。しかし、これらの期待は、パーカーが、ブライアン支持者にほとんど訴えられず、ソリッドサウスしか制せられなかったので、失望させられた。通貨問題に関する党内の分裂や、現職大統領のセオドワルーズベルトの人気もあって、パーカーは、大敗を喫した。その後は、 法律実務を再開した。パーカーは、その後、1912年民主党全国党大会で、臨時の議長となり、基調演説も行った。この大会では、ウッドロー・ウィルソの大統領候補に指名した。パーカーは1926年に、自家用車で、ニューヨーク市のセントラルパークを通行中に、心臓発作で死んだ。 著作家、アービング・ストーンの1943年の著作、彼らも出馬したは落選した大統領候補に関するものであり、パーカー判事の章では、パーカーは唯一その生涯について電気が書か,かれなかった大統領候補であると述べていた。ストーンの考えでは、パーカーは有効な大統領になったことであろうし、1904年の選挙は、 二人ともに一級の候補者の中から選挙民が選択できた数少ない選挙の一つであったとしている。ストーンによればアメリカ人はルーズベルトのように華やかさのあるものを好むとも言っていた。パーカーの生誕地ニューヨーク州コートランドにはパーカーの名前を付けた小学校がある。ニューヨーク州公園リクリエーション及び史跡保存局は1904年に アドルフォ・ミューラー・ユーリーが描き、1926年に、パーカーの妻から寄贈された、パーカー判事の肖像画を所有しており、ニューヨーク州キングストンの州上院員修の間に、かけられている。ニューヨーク州高祖裁判所の首席判事、1897年、1904年、民主党全国党、大会、1904年、アメリカ合衆国大統領選挙。 ニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員1909年ありがとうございます。